もしわしの味方になれば世界の半分を占めにやろう。味方になるか。いやあれだよな。まあなんかメルキドリムルダール、ラダトーム、マイラガライアと、まあなんかみんながいるしな。さすがにここでハイ選べるような人間じゃないわ。おう、ではええようなんだな。もしそなたがわしに負ければ、そなたはが築き上げた町も復興した村も、助けた人々も出会った仲間も、何もかも全て滅びることになるんだぞ。まあでも俺が勝ったら世界の 100% もらえるからな。本当にそれで良いのだな。迷うことないわ。後悔はせぬのだな。迷うことねえな。そうか、オールガナヤツメ、ではしも地獄で後悔するがよ。チモよ、聞こえますか。何その声は。ルビス、貴様今更どうして。チモ、勇者ではないあなたの力だけではやはり竜王に勝つことはできないでしょう。しかし今まであなたが作り上げてきた力なら、あなたを助け導いてくれるかもしれません。さあ、みんなで力を合わせて竜王に挑むのです。あはは、小賢しい。行くぞ、しも我が真の姿を見せてやる。どっちが小賢しいんだよ、ほんと。あら、小賢しい見た目されてますね。マジで、これこそが真の姿。いや、マジでかっこよすぎるわ。竜王の力で全ての持ち物を失った。おい、まあ一回戦ったことあるんだけど。まあ、アイロランドちゃん。これで噛みつきを防げ。メルキドシールドな。避けて、おら、置くわけよ。あ、ちょっとベクトルずれちゃった。これを使え。おめえ、あれか。ルビスじゃなくて、痛い。ここ。よし、来た。今のうち。白髪のやつは、あれだ。白髪のやつは、いや、間違えたー。リムルダール編の、あれ、リムルダール編のゾンビになった人、魔の力にみたいな、永久の命を得ようとした人だよ、あいつ。白髪のやつは、なんか、カーソルが合ってなかったよ。ちょっと待って、めっちゃ下手。未だかつてないぐらいに下手。よーし、いや、俺避けれないじゃん。避けることできませんやん。よし、来た。削れ。よいしょ。そう、魔物呼び出すんだよ。竜王のしもべ。俺、邪魔なんじゃん。竜王は力をため始めた。あ、違う。OK。名前なんだっけな、お前。覚えてねえや。よいしょ。痛い、死ぬ。オッケー。トゲワナね。トゲワナ、とりあえず置こうか。やばい。ちょっと待って、やばすぎ。あれ、こんなに難かったっけ。一旦避けて、竜が力貯めたら避けて、トゲ罠敷いてな。はい、回収して、こいつらの攻撃を見事かわして、で竜王が出したのを避けて倒してと。 OK。 あ、やっとサイクル組み出してきた。来いよ。何してる今。ああ、なるほどね。はい、横に避けて。心得てますから。おう、雪の府。雪の兵、しばらくぶりだからブロックを積んで高いところに逃げるのだ。マジか。やばい。えい、こんぐらい、確かこんぐらいで OK だったはず。 OK。
噛みつきじゃねえや、これブレスだわ。なんで絶対食らうじゃんこのブレス。何これ、避けようがない。オッケー、ナイス。うれ、効かないのそれ。薬草嬉しいんだけど。え、効かねえじゃんこれ、行かれてんのかな竜王さん。いや噛みつきじゃない、これブロックだ。これでセーフだな。これで、おいよ竜王、これを見事かわすと。攻撃できねえな。んー、これビームビーム、あ、こうやって受けるんだな。で、遠くに行ったらこれ違うのこれ。え、こいつら違うんかな。なんだ、ダメージ与えられてないよ、意味がわからん。もうこのループじゃん、噛みつきしてよ。他に味方はもういないな。魔法の大砲とか置くのかなこれで。いや無理っぽいもんな。やってみるか。あーん、こんなにタイミング悪いことがかつてあったでしょうか。あ、当たった当たった、当たる当たる当たる。いらんいらん、お前いらねえよこれ。バーベルとかお遊びじゃん。よいしょ、ういで、竜王が力貯めたのを避けて食らっちゃった。よし、回復して、でこいつらが一番やばいんだから。よいしょ、あー、ハンバーグー、お、ピーリン、これ攻撃力上がるだろ、これ来たぜ、うさ豆バーガー、神が降臨しなすった。回復して、いやー、ダースドラゴンとキースドラゴンで、ちょ、やばいやばいやばい。よいしょ、まず倒す、回復する、回転切り避けれない。何これ、やばい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 。よし、守備力上げて、回復して、よし、危ねえ、なんちゅう戦いを強いられてんだ、危ない。ナイスー。よし、いつでもいいぞ、いつでも来ていいぞ。それなんすわ、それなんすわ。よいしょ、めっちゃ削れる、一回噛みつきさえしてくれればもう果てしない削れ方をしてくれる。これ無理だよな。よし、避けて、とりあえず置く。外れか、サービスコードなんだろうな多分、噛みつきって。これで大丈夫で、あ、大砲ね、オッケーオッケー、これ避けた後に大砲取ろう。よし、ほれ終わりじゃこれで。もうちょいもうちょいもうちょい、しかも噛みつき、サービスコードだったな。ちょっと待ってくれよ、ほれ、いったんちゃう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 、よっしゃー大変だったぜ。これ何、よくやりましたし、も見事竜王を打ち倒しましたね。そもそも私と竜王は太古より地上における人と魔物の断りを。うるせえな。なんですって、昔話はいいから早く空の光が見たいですって。おお、それもそうですね。何これ。ではまずあなたの力で光の玉を作り出すのです。
なるほど。作る。おう、使っちゃうか。光の玉を取り戻した。よくやりましたね、シモ。ではその光の玉を天へと掲げるのです。まあ迷いはないだろう。使うか。ん？はい。いつもの SE。 いやー、救っちゃったよ世界。いやー、ボロボロ。本当はもうちょっとちゃんとした見た目なんだけどね。ごめんなさい、2回目なので。アレフガルドに光が戻った。メルキドじゃなくてな、メルキドじゃなくてや、アレフガルドな。シモよくやりました。これでアレフガルドの血は復活することでしょう。あれ、ここってアレフガルドだっけ。メルキドじゃなくて、あれ、メルキド編、リムルタール編、マイラガライア編、アルフガルド？アルフガルド？違うよな。やばい。ボケてる。シモ。勇者ではない、あなたが竜を倒したのは今まであなたが作り上げてきたものがあったからこそ。私の思い描いた結末とは少し違いましたが、あなたには感謝しています。おう、どうしたのです？シモ、あなたは。おう、しっかりするのです、しも。やはり思っていた通りのようですね。めっちゃ綺麗。空が。